番、7番が3番、8番初音縄文保存協会の会長の栗村です。このお祭りは今後もずっと続けていきたいと思います。お祭りだけでなくて様々なイベントなり企画を考えております。その中心になるのがやっぱりお祭りで、地区のムードを高めるためにもぜひ継続してやっていきたいと思います。できれば市民の皆さん、ちょっと郊外だという方がいらっしゃるかもしれませんけれども、これからまで足を伸ばしていただければありがたい、そう思っております。